その他競馬レース展望です。この時間は9月7日木曜日の展望を行ってまいります。解説はデイリースポーツ中山真嗣さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今週3日間連続開催の、ね、初日が終了しましたけれども、はい、まあ、今週は重賞あり、はい、ヤングジョッキーズシリーズあり、はい、まあ、GRE 交流もありということで、はい、もう盛りだくさんの内容ですよね。そうですね、2日目に集中してますね。そう、それが2日目に集中しているということで、はい、そのもう内容盛りだくさんの、番組表をご覧いただきたいと思います。まあ、重賞の園田オータムトロフィーを中心に内容盛りだくさんです。9月7日の番組表を行っています。はい、ということで、まあ、ずらっと見渡しても、はい、もう後半、まあ、アッパートライもありますからね、大分競争ですよね。そしてヤングジョッキー、このトライアルラウンド園田が8レース、それから10レース、その間に9レースが JRA 氷の妙見さん、そしてメイン11レースが園田オータムトロフィーという、こんなラインナップになっています。まあ、と言いましてもこのレース展望限りが10分と時間ありますんでね、はいはい、もうメインの11レースそして一つ前の10レース、この2つのレースを展望ということになります。はいはい、ご承知ください。ではそのメイン11レース重賞園田オータムトロフィーからです。ご覧の9頭ということで、はい、メンバーになりました。1700メートル戦です。園田オータムトロフィー、まあ、2強が秋初戦、ね、いきなり激突ということなんですけども、はい、印はどうなったでしょうか。中山さん、こうなりました。本命兵庫ダービーはスマイルミーシャということになりました。前走は小馬も一周しましてね。そうですね、休み明けでビーチに編入されましたけど、はい、あっさり勝ちましたね。逃げ切ってあっさりもあっさりでしたね。2番手抜け出して、まあ、ベラジアソロナラブ、うん、まあ、今回初戦なんですけれど、まあ、坂本調教師によるとちょっとあの放牧祭が帰球してレースまで調整の期間が短いという、うん、これがどう出るかだと思うんですけどね。ですよね、はい、そういったお話もある中でやはりスマイルミーシャの本命は不動だったということですかね。そうですね、まあ、ダービーで、うん、まあ、安城もうまい乗り方で勝ちまして、ね、で夏成長を促されて前走でもしっかり結果出してますので、うん、流れがすごくいいですよね。そうですよね、はい、もう盤石という感じがします。はい、まあ、ちょっと一週前ぐらいは活気のなさがということで、ね、飯田さんもおっしゃってましたけど、まあ、最初追いしてからはまたちょっと球大手にという感じでしたね。飯田調教師、うん、いつもあのコメントというか物言い、はい、ものすごく慎重なんです。確かにそうですよね。ちょっと半分ぐらい割引期間と、あ、なるほどなるほど、逆の意味での割引というかね。そうですね、はい、強気にはあまりコメントされない、まあ、それだけ、うん、多くのものを求められるぐらいスマイルミシェは、ね、やっぱり素質が高いということだと思いますけどね。そうですよね、はい、その裏返しでは慎重さにつながっていないと思いますけど、だから逆に半分ぐらい上乗せして、はい、判断しないといけないかもしれませんけども、スマイルミシェが本命と、はい、対抗がその、まあ、中間ね、ちょっと牧場に行ってから思ったような感じでは返ってこなかったということね、ベラジオそのタイプですが、対抗ですね。でも力は間違いなくありますから ね、 そうですね、この2頭が3歳秋になってもやっぱずっとね、引っ張っていくんだろうなとは見てるんですけど、動きの方も最後の調整は良かったんですかね、その中は ね、 ね、はい、ということでこの2強で3番手評価黒三角がマルグリッドグランダムジャパンの ね、 そうですね、3歳の優勝馬ですけど、はい、まあ、あのどうしても後ろからの競馬になるんでね、うん、まあ、まあ、前の上位2頭が、まあ、ダービーの時のやり合ってくれれば、うん、チャンスが来るかなとは見てるんですけれど、はい、まあ、間違いなく直線でね、一度絡んでくると思いますので。そうですよね、はい、まあ、前走の重賞ちょっとおこばえて、これ白山アマゾネスなどが強すぎたわけですけれども、はい、まあ、3歳世代同世代になればということですかね。そうですね、はい、はい、自力はありますもんね。そして4番手評価が最内1番のブエラフェルテになりました。こちら前哨戦のクリスタル賞、こちら4着ということでね、はい、うん、まあ、あの2走前から、ね、ここへ目標を合わせて 1700m の距離走ってますから、うん、はい、まあ、2走前しっかり結果出してますし、うん、前走ちょっと、ね、VF ヘルトの自分の競馬できなかったということなので、うん、まあ、前目にて2頭がやり合って、うん、マルグリッド同様に、うん、あの2頭の、ね、うまくついていけば、うん、3、4角からスピード乗ればチャンスあるかなと見てるんですけどね。前走はこうスムーズな競馬ではなかったかもしれない中での4着ということでしたから、はい、ちょっと力を出して、でそして展開ね、はい、その2強がどこまでやり合うかによって浮上してくるかなと、まあ、ダービー、ね、ベラジオ、ソノダラブ、スマイルミシャ、うん、スマイルミシャの内枠の、ね、有利さを生かして勝ちましたけど、はい、今回そこ枠は逆になりますので、逆になりましたね。ベラジオ、ソノダラブがすんなり先手取れば、
まあ、だいぶ雪辱もあるかなと見てますけど、はい、まあ、自分の形に持ち込めるか、今回は竹村騎手騎乗ということで、はい、兵庫ユースカップでは勝利を収めているコンビ、はい、まあ、よくこの馬のことを知る竹村騎手ですからね、ね、はいはい、まあ、あの練習中のフラフが回避ということがね、ちょっと残念ではありましたけれども、はい、さあ2強なのか割って入る馬いるのかというところで印4頭です。ではフォーカスです。さあ海面になりますが、3連単勝負1着固定7番のスマイルミシャ、もうここは1着固定、そうですね、やっぱり、うん、前走、ね、見る限り充実度がやっぱちょっと違いますよね。そうですね、はいはい、まあ、勝ちぶりもさらになんかこうパフォーマンス上げているような感じの、ね、勝ち方しています。相手は5番3番1番ということで、2、3着はこの3頭、はい、ということですね。分かりました。組み合わせ6点となっています。園田オータムトロフィーは4時15分発送予定となっています。では1つ前です。こちらフルゲント12頭のヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド、園田第2戦です。3歳以上シーズ 1400m 戦、印こうなりました。ジョッキーにも注目のね、もちろんレースなわけなんですが、本命4番のウィステリアダディ、こちら打ってらっしゃいます。3着6着で推移している金層、こちらですね。そうですね、まあ、この C2 での実績はもうちょっとウィステリアダディが抜けてますからね、はい、まあ、高級してきて3戦目で、まあ、そろそろチャンスかなと、まあ、堀良一調教師も、うん、1枚上が力なんで立ち回り次第という、ね、自信持ってありますので、まあ、JRA の古垣氏がどこまで、うん、まあ、でも、ね、こういうレース大体どの調教師も初めて乗る騎手ばっかりなん で、ね、乗りやすい馬は大体出してきますのでね、うんうん、操縦性の今でしょうから、うん、まあ、内枠でロスなく回れば、うん、まあ、十分やれると思いますね。西日本上位でね、はい、推移している古川騎手です。そして対抗が10番のマーティンヒルになりました。前走9着2走前2着でした。兵庫の長尾騎手、ね、まあ、姉妹でね、確実に人は使えますんで、うん、まあ、他の、ね、遠征してきた騎手よりも乗り慣れた馬場なら、うん、そうですね、長尾騎手ほぼ一発チャンスあるかなと見てますけど、うん、地の利を生かして長尾騎手ね、はい、まあ、あの人気薄であの構想して15ポイント持ってますよね、はい、このシリーズはね、期待したいところで、3番の評価が黒三角6番のロードブラーレになりました。そうですね、近況の成績見ると、ね、ロードブラーレ一番良さそうなんですけれど、うん、ただ距離がね、あの中距離で走ってる馬なんで 1700m で、今回1004の距離が課題で、うん、そこさえ対応できればというところだと思いますけれど、そうですね、はい、そういったところは金沢の若手金子千尋騎手がどういう、ね、はい、味を引き出していくのかというところも注目でございます、はい、そして白三角は2頭です。まずは最内1番のロジーキャロル、こちら金層ね、はい、で、まあ、2着3着が、ね、多い旧裁判ではあるんですけども、はい、まあ、昇級初戦の前走ね、まあ、一番下のクラス条件でしたけどしっかり先行して2着ですし、うん、まあ、あのボルテージも、ね、同じ西村厩舎なんですけれど、まあ、状態の馬をここへ出走させてきているので、うん、まあ、見せ場にとても、ね、作るだろうなと見てます、うん、はい、ということで、ね、ロジキャロル、大久保優雅騎手中央の、そして、8番のボルテッチをこちらは角田大和騎手騎乗ということで、はい、前走3着はこちら白三角にも注目ということですね、はい、はい、ということになりました。印を踏まえてフォーカスです。はい、ジュレスのフォーカス3連単1着固定、これ1着固定で4番ウィステリアダリということになりましたね、はい、うん、もうここは頭信頼ということですね。そう、信頼、まあ、うん、大丈夫だと思います。わかりました、はい、そして 2,3 着のところに10番6番1番8番ということになりました、はい、まあ、本当に若手ジョッキーによる戦い、もう第2戦ということで、もうその前に第8レースでね、第1戦終わってますんで、はい、ちょっとそのポイントの集計等々、どんな騎手たちがポイント上位に来ているのかというのも皆さんチェックお願いいたします。結構複雑なんですけどね。そうですね、ちょっと頭の中で計算を、場内でもいろいろやってますんでね、はい、はい、ご確認ください、第10レース発送時刻は3時40分となっています、はい、これを含めて9レースは JRA 交流もありますので、はい、内容盛りだくさんの木曜日、どうぞ存分にお楽しみください。ここまで解説はデイリースポーツ中山真嗣さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。そして来週はゴールデンジョッキーカップも行われるソラチャレンジカップ、内容盛りだくさんです。